20世紀最強のゴーク、ピーターアーツ。ハイキックを武器に KO を量産。手がつけられないほどの強さで、ゴークンと恐れられ、3度の K1 王者に輝いたアーツ。20世紀、私たちにとって K1 を見るということは、アーツのファイトに胸を熱くすることだった。しかし時代は変わりゆく。この一戦、アーツがそれまで築き上げた栄光に闇が差す。マットに沈みゆく自らの体とともに、アーツの中で何かが音を立てて崩れていった。その試合を境に、アーツから昔の勇姿を見ることはできなくなった。その時の相手こそ、欧州最強の伊達男、ステファン・ブリッツ・レコ。 K-1 キットのハンサムフェイスを持つイケメンファイター。さらに腕っぷしも強い。必殺の右を武器、トップファイターの座に位置づける。2003年、さらに躍進を狙うべく、ここでアーツを再び踏み台にして、今年こそ一気に頂点を狙う。悪いが、もう一度黙らせてやるぜ。男の運命を変えたあの一戦、そしてこれが出直しの一戦。アーツ、今リベンジの時。ステファン・ブリッツ・レコ。長川圭介が務めます。あれから2年近い時が経ちました。ステファン・ブリッツ・レコの右の拳一発で大の字に倒れたラスベガスの夜、ピーター・アーツにとってあの屈辱はひとときも忘れたことはありません。かつてはスパーリングパートナーとして共に頂点を目指した中、今2人が赤コーナーと青コーナーに分かれます。アーツにとってはリベンジマッチ、返り討ちなるか。ステファン・ブリッツ・レコ、クラッシュとともに今ゴングが鳴り渡りました。埼玉スーパーアリーナです。ピーター・アーツは本当長い間スランプの状態がね、続いてますからね。あるいはそのきっかけを作ったのがこのレコかもしれませんね。あんな倒れ方はもう本当にね、ボルナルド以来というかですね、衝撃的でしたね。大の字でしたからね、はい、あのピーター・アーツが。さあ、ゲストの長谷川京子ちゃんは、はい、この試合どんな風に見てますか？そうですね、ステファン・レコ選手の方は、はい、ゴールデングローリーにジムを変わってから、こう一気にパワーアップしたような感じがしますよね。確かにそうですね。でも一方のこのアーツ選手も、はい、リベンジにものすごく燃えてると思うので、これは一と一のぶつかり合いになるんではないかなと思ってます。確かにそうですね。マイカさん、やはりプライドとしてね、このピーター・アーツは同じこのステファン・レコに同じような巻き方はしたくないでしょうからね。そうですね、まただけどレコがね、今上り坂というかですね、もう本当に絶好調って感じでパンチが速くなってるんですよね。さあ、一茂さん、はい、このアーツが、まあ、33歳、はい、やはりあの第1回大会から一茂さんもご覧になってますけれどもね、やはりあの応援の強さは致し方ないのかなという気もしますけれども。そうですね、ただね、やっぱり自分にその可能性を見出せなかったらリング立たないと思うんですよ、ね。なるほどね、ファイターはね、やっぱり自分の中で、まあ、この間レコ選手倒されましたけども、はい、次やって勝てるという自信があるから来てると思うんで。なるほどね、このやっぱ勇気っていうのを称えたいですね。本当にありますね。確かにもし自分がもう上にはいけないと思った時は、一茂さん、いやもう引退の時ですね、ファイターは。長いことやってますからね、ロキキ今のローキック、はい、さあ右のローを見せましたピーター。まだねホーソンと比べても年齢も若いですしね、まだまだね、ピーター・アーツは逆に言うと、まあ、ヘビー級なんか考えると今ぐらいが絶頂期になっても、全盛期になってもいいぐらいですから、まだまだ老け込む年じゃありません。のりかさんもやはりそういう思いもあると思いますが、しかしレコもね、ここに来て非常に力つけてますから。本当ですね、今本当に上り調子ですし、いい選手ですからね。よく新旧対決とかっていうこういう言われますけれどもね、まだまだ死んでませんよね、アーツ選手の目がね。そうですね、はい、さあ第1ラウンド落ち着いているレコ、強烈、素晴らしいコンビネーション、ワンツーからのミドル、素晴らしいね。レコも強くなってますね。強いですね、ちょっとついていけなかったですね、スピードも、ね、そうですね、素晴らしいコンビネーションのスピードでした。しかし前に出てくるのはピーター・アーツ、王者のプライド、帝王の誇り、ピーター・アーツ、まだここで諦めるわけにはいきません。よたび頂点へ、ピーター・アーツの目は12月の東京ドームにすでに向いています。
ミドルキックちょっとバランスを崩しました。ステファン・ブリッツ・レコ、バックハンドロー、ここで第1ラウンド終了です。ちょっと体調が良くないみたいですね。なんかピーターズですか、なんかあんまり元気ないですね、非常に気になります。さあそしてこの後は注目の対戦を迎えますが、ミルコ・クロコップの控え室には森アナウンサーがいます。森さん、はい、すぐ直前のミルコサイドですけれども、ちょっと白いシーツに阻まれてミルコの表情は伺い知れないかもしれませんが、かなりあのナーバスになってますね、やはりね。あ、これ反対側のスペースには当然もうボブサップもスタンバイ始めている頃ですから、はい、今までこう2人は絶対近づきませんでしたよね、そういったこの2人の気みたいなものをね、もうこのウォーミングスペースでミルコはもう感じ取ってるのかもしれませんね、やはりね。あ、そうですか、はい、こちらから以上です。はい、森アナウンサーのリポートですが、そのリポート、そしてこの目を見ているだけでもこの後行われる戦いがどんな戦いになるかというのが予想できます。緊張感の走る控え室、いよいよ注目の対決はこの試合の後です。さあ埼玉スーパーアリーナのリング上、ピーター・アーツ対ステファン・ブリッツ・レコ、アーツにとってはリベンジマッチが今行われています。これから第2ラウンド、第1ラウンド終了して谷川さんがちょっとアーツの動きが気になるなとおっしゃってました。そうですね、ちょっと元気ないところがあったんですけど、このラウンドですね、はい、おっと来た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 、またもアッパーを交えたパンチの攻撃からのキック、このコンビネーションが非常にうまいステファン・レコです。まあ、レコもね、本当に堂々たるベスト8、もう本当に2年連続出場してますから、はい、あ、ローキックですね、もうローキックを見せるアーツ、ローキックです、右ストレート、おっと効いたのか、レコちょっとこのローキックからエアバランスを崩す体勢になりましたが、ステファン・レコ、さあハイキック、このハイキックでこの10年間アーツは伝説を作り続けてきたが、さあまたレコ枠、レコ枠右ですよね、レコの得意は本当右のパンチと右のローキックなんですけど、これが本当このライトブリッツですね、はい、右の稲妻、これがね殺傷能力というか一発で KO できる高い力持ってますから、ラスベガスではあの一発でアーツを取りました、大の字に吹っ飛びましたからね、その右がいつ出るか、ただその右だけではない、あの一茂さん、はい、非常にあのコンビネーションがね、このレコは良くなりましたね。そうですね、この体重で一番スピードあるんじゃないですかね。あ、なるほどね、レコ選手がね、はい、やっぱりアーツ選手が仕掛ける前にもう先に踏み込んでるっていう感じなんで、はい、このローただこのローはね、効いてます効いてます、ちょっと嫌がってますね、レコが。第2ラウンド前半を終えて、確かに追い詰めているその状況というのはステファン・レコが作っていますが、時折見せるこのローキック、特にあの左ももあたりのダメージがちょっとずつレコは大きくなっているかもしれません、はい、ちょっと足止めてますよね、踏み込みが重いローキックですよね、あ、また今もちょっと左足を思いっきり踏ん張るような形、レコ確かに効いています。このローキックを意識し始めた時に最後に飛んでくるのはアーツのハイキックです。下を意識してますよね、今ね、胴への攻撃を見せながら上へのディフェンスが甘くなるのをアーツは待ってるのかもしれません。またのカットにクレコ、右フック、ステファン・レコです。こちらのレコはフックあるいはアッパーを出しながら最後の右ストレートのタイミングを待っています。うん、今のローキックちょっとアーツが顔しかめたいな表情見せた。あ、いいですね、タイミングを見せます。非常に技と技の応酬、お互いの考え方が分かるだけに非常に面白いですね、はい、それから右フック、そして右のローを見せました。残りがあと15秒、第2ラウンドも残り時間が少なくなってきました。残り10を切った、右ストレートこれは届かない、見切っているピーター・アーツです。お互いにお互いの手の内は知り尽くしています。ピーター・アーツとステファン・レコ、今第2ラウンドが終了です。さあミルコ・クロコップの控え室は非常に緊張感が漂っていました。一方のボブ・サップの控え室の方はどうでしょうか、西岡アナウンサー。サップサイド、こんなに緊張したボブサップを見たことはありません。本当に近づくのが怖いぐらい、セコンドもちょっと戸惑うぐらい非常に緊張している、そういった感じのボブサップなんですが、はいはい、現在はミット打ちをしています。その自らの緊張を振り払うかのようにかなり力を込めて力強くミットを叩いている、そういった状況です。あ、今大きく息をしたボブサップ。試合を前に西岡アナウンサーのリポート通り非常に緊張している様子が見て取れます。
パートナーの宮本正明選手が頭のあたりを叩いて鼓舞していました。そしてこちらもギリギリいっぱいのところにすでに来ているミルコ・クロコップです。戦いは間もなくです。さあこちらの対決は第3ラウンドを迎えました。第2ラウンドの動きというのは谷川さんどうご覧になりましたか。ピーターズの右のロキが効き始めましたね。さあ行く、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 危ないですね。あとガードを外した。大丈夫か。右のフックを返す。そしてローキック、このローはカットしているレゴ。もうちょっとピーターはロキで足を止めたいところでしょうね、さあこの序盤はステファン・レコが出てきました。しかしここでプレッシャーをかけるピーター・アーツ。スピードがやっぱりねレコの方がはるかにありますから、このレコのラッシュが始まった時にピーター・アーツがですね印象が悪いですよね。あ、なるほどね、はい、そうですね。ただノリカさん、はい、そこで終わらないのがピーター・アーツでね。そうですね、あのローキックを見ていても往年のアーツの、まあ、攻め方といいますかね、見られますが、アーツに対しての思い出ってのはノリカさんどうですか。本当にね、アーツが上がってきたらもう大丈夫だってなんかね、そんな感じでいつも頼もしかったんですけどね、はい、最近それが見られないのでね、残念なんですけれどね。強いアーツを見続けてきた、まあ、K-1 の第一世代のファンの皆さんというのはやはりこれはいつか来ることなんですが、その姿というのはいつまでも見たくないというそういう思いがあると思います。33歳ピーターズ、まだしかし俺は終わらない。アーツ選手の足から血が出てます、あ、そうですか。出血しませんか。スネのあたりですかね。スネ痛めたかもしれませんね、ローキックの時にあのカットをしたところでね、出てますね。あとボディ、ボディ、このボディが効いたか。ピーターズのボディ、ちょっと右足をちょっと気にしました。また避けたかもしれないですね。前これね、フィリオの時もそう、フィリオ戦の時ありましたね、ありましたし、あの時は止められましたね、はいはいはい、あの時と同じぐらいちょっと傷口がかなり広く開いてるように見えるんですが、どうでしょうか。ちょっと右の動きが強いんで、今コミッションドクターがじっとこの傷口を見ていますが、どうでしょうか。非常に微妙な、これは傷口です。かなり縦にかなり大きく裂けています。レフリーの島田さんがちょっとホーム席と話してます ね、 いや、 ますね、いや、もう相当切れてますよ、ね、ルール統括の角田さんと今話をしてますが、誰にとっては大きな意味を持つリベンジマッチ。それではロッカーより説明があります。ダメでしょうか。これから発表があるようです。ただいま、ピーター・アーツ選手のすねの方にですね、骨を出させている裂傷が見られましたので、ドクターの判断により、ドクターストップ、ステファン・レコ選手の TKO が始まります。ご了承ください。これはこの2人にとっては残念な結果です。ピーター・アーツにとっては残念ですね。アーツはね、あの嫌な思いを振り払って今年の最初のステップをね、上がっていきたかったと思いますが ね、 そうですね。まあ、しかもね、結果がね、まだまだ分かんない中でのこの列勝、はい、常の列勝ですから、京子ちゃん、これはどちらにしてもね、結果が見たかったですよね。そうですね、やっぱりもうお互いやっぱ万全の体の状態で来たと思うので、やっぱり勝負は見たかったです ね、 ですね。三宅さん、はい、ドクターの見解ですけれどもね、やはり幅はもう 5、6センチぐらいありまして、もう傷も骨まで達しているということ で、 で、ね、目の前に見ましたけども、とてもちょっと戦える状況ではないですね。そうですか、はい、森アナウンサーのリポートがありました。結局このステファン・ブリッツレコの TKO 勝ちということになりますが、谷川さん、ただこれは改めて今試合を1ラウンド2ラウンド見ただけでもですね、はい、そのテクニックの戦いって面白いですからね。そうですね、まあ、続きが見たかったんですけど、やっぱちょっとまだピーター選手不運ですよね、はい、また改めてこの対決はこのリングで見ていきたいと思います。ピーター・アーツ対ステファン・ブリッツレコ、アーツの負傷によりまして試合続行不能、結果はステファン・レコの TKO 勝ちとなっています。さあ、この後はいよいよ、いよいよ